子育て副業ランニング。はい、どうもソータです。今日はもう4月3日、だいぶ春ですね。だいぶ暖かくなってきました。桜ももうだいたい満開に近い、もう満開ですかね。で、明日岡山県雨降るんで、もう見納めなのかなと思っております。まあもう暖かくなってきたんで、僕は半袖半ズボンで走っていますね。もうだいぶ、春らしい季節だなって感じます。まあ、新入社員も入ってきて、まあ明日日曜日ですが仕事なので仕事行ってみて、新入社員多分来週から会うのかなっていう形になってます。まあこれからも仕事もランニングも、子育ても頑張っていこうかなと思っております。で、今日は何の話かっていう と、ランニングの時にかかと設置がいいのかつま先設置がいいのかっていう話をしていきます。まあ結構いろんな人が言ってきてると思うんですけど、もちろんどっちがいいかって自分に合った方があるんですが、まあ今まで一昔前はやっぱりかかと設置っていうのが主流だったので、かかとの部分にやっぱり靴も厚みがある靴が多かったのかなと思います。もちろん理学療法士僕してて、もともと患者さんが正常歩行、もう正しい歩きをしていこうっていう時には原則かかと設置で入っていくっていうのが歩き方の原則ではあります。なぜかというとやっぱり、歩く時に、つま先がこう引っかかってしまったら、やっぱこけるリスクが高くなるので、かかとから設置しましょうって言ってつま先が引っかかるリスクを減らしていくっていうのと、かかとのクッションで衝撃吸収っていうのをしていくためにかかとから設置しましょうっていう風に理学療法では習っていきます。でもやっぱ走る時ってもちろん、かかと設置にしてしまうとそのクッションを使ってしまって逆にブレーキがかかってしまうので、膝に負担がかかってしまって膝が痛くなってしまうよって言われています。で、前の日本記録保持者の大迫傑選手もずっとつま先設置で走っておられますよね。もうすごいことです。でもだからといってつま先設置がもう絶対いいっていうわけではなくて、やっぱりつま先設置ってすごい難しいですよね。僕ももう全然つま先設置できません。つま先設置で、フルマラソン走るなんてとてもじゃないけどできないです。5キロでも持たないっていう形がつま先設置になってくると思います。まあつま先設置って本当にずっとつま先立ちしてるっていう感じの走り方っていうわけではなくて、前にこう倒れていくときにやっぱかかとがこうやって浮いてきますよね。その前に重心をこう倒す、ずっと倒してるからつま先がこう浮いて見えてるっていうのがつま先設置の、原則原理らしいですね。もうこれ原理わかってるんですけど全然もうできません。やっぱ筋力的にもそうですし、やっぱ体重移動の、上手な体重移動があるのだと思っています。まあ僕もともと陸上未経験者で、もともとサッカー部なのでやっぱりどうしても走り方っていうのはそんなに上手なわけではありません。なんで、まあ、僕みたいなこう初心者でもできる設置の簡単なイメージをお伝えしようかなと思います。簡単なイメージとしてはまずは走るときに前に踏み出すところに 2,3 センチの台があると思って、そこをかかとでこう設置しよう、その 2,3 センチの台にかかとで設置しようと思って踏み出すと、真ん中、足の真ん中ぐらいをどうしてもこうここで設置しようとするんで、そのまま体は前に走っているので進むので、そのまま重心が真下に落ちるような形で、でなおかつかかとではなくてつま先はちょっと後ろに戻っていくので、そのまま真ん中に設置できるようになります。なので重心がしっかり、重心が真下にある状態で設置して前に進めるので、ブレーキがかからずに設置ができると言われてます。なんでこういう形で、まあよく、まあ、陸王っていうドラマが、竹内涼真さんかな のドラマがあったんですけど、そこでもミッドフット着地って言って真ん中で着地するって言われてたんですが、まあ、それが一番こうイメージとしては、湧きやすいのかなと思います。もちろんフォームを崩してしまうと、普段のフォームを崩してしまうとなかなかこう速く走れないっていう方もいるので、自分に合ったフォームで走っていくのが一番いいのかなと思うんですが、まあぜひ
よろしければいろいろこう試してみて、自分に合った本を見つけてもらえればいいのかなと思います。まあ、僕はそうやってミッドフット練習してるんですけど、どうしても疲れてくるとかかと設置になってブレーキかけてしまっているので、まあまあしっかり練習していこうかなと思います。まあ今日も5キロ行ってちょっと着地の練習をしてきます。では行ってきます。はい、帰ってきました。まあ大体4分3秒ペース、まあまあの、スピードですかね。最初ちょっと飛ばさないと思って4分台で入って、2キロ目4分切ったペースで押せてたんですけど、やっぱりダメでしたね。3キロ目で、ちょっと、落ちてしまいました。なんとか11月には岡山マラソンもう開始予定があるので、しっかり11月に標準合わせて、しっかり走り込んでいこうかなと思っております。まあ、かかと設置、つま先設置、どちらでももちろん効果いろいろあると思いますし、あった合ってないがあると思うので、まあ僕はそのミッドフットって言って、少しつま先より後ろの方、土踏まずの少し前ぐらいで踏み切って、まあ重心がそこにストーンと落ちて、落ちたところで設置できるように練習しております。まあなんとかこれで4分3秒ペースで押せているので、ちょっとずつ頑張って、走れるような足、そして心肺作っていこうかなと思っております。まあ明日も日曜日ですけど仕事なので、明日雨なんで車で行こうかなと思っております。それではまた失礼します。